城在寺は、岐阜県岐阜市にある日蓮州京都名各寺の旧末寺である。正式名は、和市林山城在寺。斉藤道造以後の斉藤氏三代の母大寺として、知られ、重要文化財に指定されている、斉藤道造肖像画と斉藤義勝肖像画が所蔵されている。本尊は、文殊菩薩。1450年、美の国守五代、斉藤宗園の子で、 時家守五代として事実上美濃国を支配していた斉藤明珍が明覚寺から世尊院批判を招き、建立した。その後、戦国時代に入ると、斉藤道造が明覚寺の僧だった長井新在文城の美濃国に築いた地位を基盤として、美濃国主となりこの寺に寺料を与え保護し、発展させた。斉藤道造と長井新在文城が二代にわたり、 美ノ国を制する拠点とした寺である。基本的に年中無休だが、寺行事があるときは、配管不可。毎年4月第1土曜日には道山祭りに合わせ、斎藤道造交通等法要と名まれ、祭りの2日間は無料開放される。岐阜駅及び名鉄岐阜駅より、岐阜バスで、岐阜公園、長良橋方面のバスで、本町一丁バス停下車徒歩3分。なお、 岐阜駅及び名鉄岐阜駅に戻る場合、大仏南、明称寺前バス停を利用する。城在寺、岐阜大仏消防寺付近の道路が一方、通行規制のため、上りと下りでは、バス停の位置が違う。ありがとうございます。